演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県のお菓子代表、お菓子佐賀県代表、佐賀海苔味を食べたいと思います。海苔というのは三重県の青さの味噌汁味っていうのがあるんだけど、これはまた違う。確かここにおつまみをグラニューに変える、楽しめるバーの情報が書いてありますね。お菓子にこんなこと書いてあっていいのかな。いいんだよ。カタポテトチップスのことはカタチョコレート、カタ揚げだったらまた違う味わいが楽しめそうな。それでは、おー、海苔がまぶされてますね。でも香りはあんまりしないですね。ではいただきます。やっぱりちょっと地味な感じが否めないかな。これはここに豊かな香りととろけるような甘さが楽しめる佐賀海苔と書いてあるんですが、香りは確かに楽しめましたが、そこまで甘くはなかったですね。なので実物を食べてみないと甘さは感じられないかもしれない。で、海苔の香りは確かに感じられたのですが、青さの味の味噌汁味の応用、ちょっと主役を張るには地味すぎてるというか、ちょっと後ろに回りすぎてるような気がしますね。もうちょっと前に出てきてもよかったのではという思いはありますので、こちらの点数とさせていただきます。難しい。それでは卒業ぞ、すぐ妻ほどそれを喜ぶか。この子の卒業式で奥さんが喜んでいるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。